私の名前は南南歳 OL だ。とある制作会社でカメラマンや編集のお仕事をしている。基本はオフィスのレディー、つまり OL だ。今日も目が疲れる。なんかいいことないかな。ま、思ってるだけじゃしょうがないんだけどね。今日も仕事頑張ろ。南。はい。そういえば来週から来店収録決まったからよろしくね。はい。え？末広ガール始まりました。末広ガール、イエーイ。はじめまして、ファン TV 所属の南奈美と申します。本日は1月8日旭区中原街道沿いの店舗さんにお邪魔しております。ついに来ましたね。初の来店収録ですよ。はい、初の来店収録です。簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。はい、動画編集だったりこういう撮影のカメラマンだったりを今やっていて、これをやりながら演者を目指している感じになってます。あ、演者になりたいんですか。はい。なんで演者になりたいと思ったんですか。もともとパチンコスロット大好きで、好きなことを仕事にできるっていうのがいいなと思って、ちょっと目指したいなと思って始めました。この番組ってパチスロ番組なんですけど、はい、パチスロ歴ってどれぐらいですか。パチスロ歴はちょうど5年目かな、多分。結構やってますね。になります。はい。どういう演者目指しますか。パチスロで夢を与えるとか言っちゃいけないんでしょうけど会いに行きたいなと思ってもらえる演者さんになりたいです。なるほど。はい。ちょっと過去のことを聞きますけど、はい、元々何されてた方なんですか。高校の時に地下アイドルをやってたり。え、地下アイドルやってたんですか。やってました。何年ぐらいやってたんですか。2年ぐらいですかね。じゃあファン対応も慣れっこですね。はい。ここからちょっとちゃんとした番組のお話になってくるんですけど、はい、お店の人が呼びたい演者さんってどういう人でしょうね。周りも巻き込んで楽しんでくれる人。そうですよね、はい、結果周りがいる、ファンがたくさんいる方ですよね。はい。今後どうしていかなきゃいけないと思いますか。やっぱり私がやらなきゃいけないことはファンの方を増やしていくことだと思っているので、ファンを増やしたいんですけど、ちょっとまだやり方がよく分かってなくて、とりあえず験担ぎとして私はなるべく8がつく日に来店したいなと思ってます。なんでですか。なんで8なんですか。8って末広がりで縁起がいい数字らしいんですよ。そうなんだ、知らなかった。それにかけてファンの人たちも、まあ、広がっていくといいなっていう思いも込めて8のつく日がいいなと思いました。だからタイトルも末広ガールなんですね。そうです。ただそれって験担ぎですよね。はい。このままだとただただホールでスロットを打ちながら実践するだけの番組になっちゃうと思うんですけど、策あります。プレゼント企画とか、私のことを知ってもらえるような企画とか。プレゼントするお金あるんですか。じゃあ頑張って作ってくるんで。作ってくるって言い方良くないね駆け出しの演者さんですから、はい、お金もそんなにあるわけじゃないですし、何をすればいいのかも分かんないと思います。なので今回はですよ、番組サイドでミッションを用意させていただきました。ありがとうございます。これでございます。はい、はい、これがミッションなんですけれども、はい、全9項目なんですが、項目を達成するだけでは何もできません。ビンゴ形式ですね。はい。ワンライン達成ごとに南さんに、はい、視聴者プレゼントの権利を与えます。私が権利をもらえると。そうです。おー。もちろん権利を与えるんで、はい、プレゼント内容はあなたが決定していいです。やった。どういうプレゼントにするか南さんにお任せするんですけど、はい、アピールに使うものでプレゼントすることもできますので、はい、連れ打ちとかね。連れ打ちいいの、うん、あくまでもあるんですよ。はい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 。ファンを増やすことにつながるようなプレゼント、はい、で行うことができますと。はい。もしかしたらファンも増えるんじゃないかっていうミッションも入れてあります。ありますね。なんかここら辺に末広ガールっていうタイトルじゃないですか、今回の番組、はい、それ全部で何ラインあります。何ライン？ 1,2,3,8 だ。そうなんですよ。ということで、はい、その8ライン達成することができたら、はい、南さん自身にもプレゼントありです。ありがとうございます。ただし、はい、ミッション期間は3ヶ月後までの収録来店、はい、なので最大3月28日までですね、はい、全部で9回の収録があることになりますね、はい、そこまでにもし達成することができたら南さん自身にもプレゼントがありますと。ただそんなぬるぬるやってらんないんですよ。なんかあまりにも進捗悪かったりしたら来店収録継続するかジャッジさせてもらいます。
やれるだけ頑張ります。やれるだけしか頑張れないね。いやもうやれること以上やりますよ。何でもやります。新人演者さんにできることなんてそれぐらいだと思うんです。はい、がむしゃらに頑張ることぐらい。はい、武器はお渡ししたんで、はい、あとはもう好きに SNS でも何でも使ってどんどんファン増やしてくださいよ。はい、もう最大限やります。これから実践パートに移りたいと思ってます。はい、ナミさん今日抽選受けてましたよね。はい、受けました。何の台取りました？モンキーターンに座りました。お、あの一番新しいやつですか？はい、そうです。なんで撮ったんですか？なんか最近やっぱり話題にもなってますし、そのシナリオとかも結構面白いっていう感じで聞くので、あとあの末広がってるじゃないですか。何か V モンキーの V 末広、ついに実践スタートですよ。はい、ついにスタートです。モンキーターンですね。モンキーターンです。どんな台ですかこれ？通常時ポイントを貯めていってゾロ目の時に入る優質モードだったり、2種類のチャンスゾーンを返して AT に突入させて、そこから出玉を伸ばしていくタイプの台になってます。あ、すごい、教科書を読んだかのような。はい、ミッション達成できそうですか？888枚とかはいけるんじゃないかな。こちら、ここと、うん、ここと、うん、ここは、まあ、頑張ればいけるんじゃないかなと。まあね、出玉が出れば出るほどゲーム数も稼げるわけですから、はい、まあ、いっぱい達成できるといいね。はい、すごい待ってるけど、ここからは君のゾーンです。あ、私のゾーンなのか、はい、初めての自分のお金のお勝ち実践ということで、お、打っていきたいと思います。よかったね、お仕事になったね。よかった、お仕事になったよ。すごい、だってお金入れるところをさ、カメラに収められてるんだよ。見えてないけど。やっていきます。大丈夫そう？うぃー、やだ、ちょっと感慨深いものがありますね。なんか感慨深いものがある。ちなみにさっき言ってたこのポイントを貯めていくっていうのはここの部分になってます。まだね1周期目ですけど、ここのポイントが、まあ、ゾロ目で揃った時とかはそういうモードに入ったりもするので、また入った時に説明しながら今ゾロ目で揃ってますけど、違う違う違う、3桁の話。3桁、ね、3桁、はい、3桁で、モードによって周期の天井が変わります。例えば、まあ、天国だったら1周期目のその優質モードで当たるし、通常 AB でも周期が変わります。あら、スイカかな、スイカ。今ポイントが225、まあ、ゾロ目を超えたのでここから前兆に入ると思います。あ、入った、入りました。これで1周期ってことかな。でこれが青島なら突入濃厚っていうのを見ました。お、上がった。エフェクトの色を上げてそのまま AT に持っていくやつです。お、こんな感じでエフェクトの色を上げてどんどんチャンスにしていきます。上がるかな。えのき、えのきさんじゃ無理だよね。ほら、ただ広角にそのまま行ってくれました。激走チャージ、ポイントの上乗せをしていきます。多分見た方が分かると思うんで回していきたいと思います。おう、おう、せいひろ、お、いった、めっちゃいい。これでチャンスゾーン、これはもう AT 当選かけたチャンスゾーンですね。とにかくペラを引けば OK。 ペラ、お、引いた、マックス。これで画面割れたら AT です。なるほど、割れろ割れろ。あ、こっちか、間違えた、違う方してた。いいよ、ペラの引きいいよ。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。ああ、確か1ペラあたり 10% ぐらいあった気がする。え、こんなに、こんなにペラ引いてるのに。え、だって全ペラだよ今。
むしろメダル増えるんじゃない？あ、全ペラだよ。あ、こういうことか。そう、本当はそれ。いやさっきまで引きすぎじゃないじゃん。7ペラだよ。で、当てなさすぎじゃない？やばすぎる。え、待って。あ、よかった。焦った。ナイス。やるじゃん。やるじゃん。264ゲーム SG ラッシュ当選です。これでやっと楽しいシナリオで遊べます。じゃあ、行きましょう。おお、はい、行きましょう。なんかラウンド中の画面もいろいろあった気がする。黄色じゃない？黄色だ。黄色ですよね。あら、揃わなかったです。何も引かんやん。何も引かない。やばい。はい、ここから勝負。SG レースですね。 SG レース。えのきさん、あ、サンバルだよ。え、え、これあるんじゃない？あるあるある。だって強制勝ちじゃないか。いけ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 。あれ負けたんだけど。負けたんだけど、でもこの後復活あるよね。ほら、イエーイ、イエーイ、合ってた、よかった、復活しました。危うい。バカンスモードいった。バカンスモードちなみに分かってる？一応これね、上乗せ特化ゾーンではあるんだよ。え、じゃあここで引けなきゃ下手くそってこと？とにかくレア攻略いっぱい頑張って引きなって感じ。はい。あっ、おお、うまっ。やるじゃん。引いた引いた引いた。あ、なるほど、そういうことか。あ、オッケーオッケーオッケー。なるほどね、うん、あ、引いた、これか。おう、20ゲームプラスでもらいました。青だ、これがあれか。これ毎回思う、これ超早いですよね。早っ。そう、ホットドッグ食べるのマジ早い。132ゲームはい、ここからもう一回 SG ラッシュです。うわ、また出てきたよまた出てきたよ。キラキラだ。ちょっと待って、 V ロゴついてんじゃん。ついてる。それ天国だよ。あれ、せいひろ。お、緑スタート。やっぱ枚数引きすぎだ。だからまああと400枚ぐらい。はい、バトル降格いくかな。いった、バトル降格。レア役引け。いや待って、あ、来た。追加で入ったか。はい、勝ちたい。あ、いけた。はいはい、報酬なんだ。まあまあゲーム数でした。20ゲームプラスです。はい、浜岡さん、勝てよ。負けるんかい。ああ、復活した、勝ってる、逆転。これでうまいこと乗せていきたいな。はい、ゲーム数、まあそうだ、20ゲームプラス。連戦いったよ。これ負けるまで続くやつじゃん。オーケー。はい、でもう一回あるよね。そうだよね、ほら、
お、うまくないか。うわ、あ、逆転もないわ。あれ、え、逆転したじゃん。何出てくるかな。え、赤だよ、だって見せて、待って待って、うわー、まあ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 、まあ、継続継続、 OKOK、 うえー、おう、いやー、うまっ、嘘でしょ。えのきさんそんな勝てんよ。えのきさんそんな勝てないよ。おー、引いた引いた引いた、前足。どういうものですか。前足モードはペラと恋愛役だ。そう、とにかくペラを引きまくるゲームだね。まあ、とにかくペラ、とにかくペラ、行きましょう。うまいうまいうまい、オーケーオーケー、平均50ゲームって書いてあった。うまいうまいうまい、おーいい、よしよしよし、オーケーオーケー、全ペラ。チャンスゾーン中も8ペラしてるから、あ、やべ、ノーペラ、わー、ね、急に下手だって。はい、ペラ、やば、まあ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 、オーケー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 、まあ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 、あ、まだ続いてるわ。まあまあそうよな、逆転しないかな。でもこれだけでもめっちゃ乗った、うまい、あ、したわなんで、すごいね、逆転したわ。なんかやばくないか。あ、10ゲームもあるんだ。10ゲームもあった。あら、いや違う、ね、取ってるからだ、おかしいもんだって。道口さんで10はないよねまあ、やばいことになってる。まあ行きましょう行きましょう。事故起こし始めてるね。とりあえず起こし始めてる。はい、冷静、うまっ、30乗った。これはね、勝って当たり前で、勝って当たり前。あ、待って待って、これこれで負けたくないんだけど。まあまあ分かんないからまだ下手くそ、なんでそこで負けるんだよ。せいひろ、いった、超えた。はいはい、いい子達成。はい、お上手、お上手で、いやびっくりですよ。取れましたね。あるよね、あるよね、あるよね、あるよね。あれ、ニブルニブルニブル、50ででかいよ。1戦目、これ1戦目、ほら1戦目、なんか勝てなくても上乗せっていう強行突破でなんとかなる。チャーン、はい、あれ、おお、あ、びっくりした。え、何それ、お、いったいったいった、やばやば、何8連してないで急に入れる、そういうトリッキーなのやめてほしいんだけど。いや、なんかあった気がする、見た私これ、やば、なんでなのかわからないけど、まあ行きましたね。怖いよこれ回すの。頑張れ、行きます。上位 AT 青島 SG をかけた9ゲームのレース演出ですね。青島が勝てば上位突入、やばい。ちなみに突破期待度は約 83% あります。え、待って、そんなんの。 V ストック込みでね、 V ストックなしでも 75% あるらしい。あ、さすがに勝ってほしいよ。じゃあ、いやー、だってレア役も引けないよ。やばいよ。青島、うわあ、煽ってる煽ってる煽ってる、青島青島青島、いった、ナイス、うまい、ナイスナイス、すごいね、初打ち上位はなかなかやるね。青島ありがとう。はい、ということで上位陣ラッシュ入りましたので、このまま打っていこうと思います。いいね、青島 SG で。ちなみに順増が4枚にアップして継続率が 83% になります。で、まあ、後半9ゲームのバトルは、まあ、旗野が固定になるみたいです。ちなみに初期ゲーム数だけど、はい、
30、50、100だったかな、普通の SG と違ってそこも変わってくるんで、はいはいはい、でも今7ラウンドって書いてあったしな、引き継いでるな、引き継いでるってことは、あと1連すれば8連っていうミッションも達成ですよね。これはいけるんじゃないか。順調4枚でかいな、増え方尋常じゃないもん、うん、すごい早い。これがスマスロか。はい、そう、ここはまあ旗の固定なので、毎回これやるんだ、なんかちょっと緊張しちゃうな。これ加藤ね、大島、はい、V モンキー、はい、お、え、しかも50だ、はい、こちら8連勝したのでこれもクリアになります。嬉しい、一発目からプレゼント考えなきゃいけなくなるじゃないか。でもちょっと8回初当たりは多分取れないな、厳しいかな、厳しいかも。じゃあまあね、楽しんで続けて打っていきたいと思います。せひろ、足りないじゃん1枚、復活ある、ぴったりだよ、ぴったり、写真撮っとこう、こんなぴったり終わる。青島畑の入った後、確かね、マックス4周期なんだよ、天井、うん、どっちにしろ。じゃあ回そう、うん、これ取り切ってやめるのが一番いいんじゃないですか。そうですね、取り切ってやめますか、流したいけどちょっともったいないと思う、もったいない。あ、わ、次回予告だ、戻ってきましたよ。さあ行こう、愛知の巨人王は帝王、やばいの引いたな、調子いいな、はい、おわ、 OK、 V、 おい、はい、うまい、はい、 V モンキー、うわ、あー、203枚取れるんだ、2回目だよ今日。あの写真撮ってますけど、これ失敗したら終わりですから。いや、そうなんだよ、怖いよそんなの、失敗しないようにします。加藤青島、もうここまで来たら加藤、加藤青島、あー、青島行こう、Vモンキーして、あー、青島、ここだよ、ここ、カットイン、カットイン、いやー微妙いよ、うわ青島、え、ない、まだあるよ、あるよね、青島あった、あんなに楽しみにしてたのに。せいひろ、はい、まず自分の台、初当たり4回の応募プラス6000枚です。ナイス。そのお隣ですね、初当たり14回で今プラス4000枚ぐらいになってます。グラフもかなり良さげな感じです。そのお隣さんもほぼ同じような感じです。15回初当たり引いてもうずっと出っ放しの状態です。モンキーターン7台中3台ぐらいがめちゃめちゃいい感じです。バイオハザード、ベンデッタも2000枚オーバーの台がございます。3500枚ぐらい出てるソードアートオンラインがあります。で次、ゼニーガッター4ですね、3000枚オーバーあります。あともう1台、8000枚突破のゼニーガッターもございます。めちゃくちゃ出続けてますね。はい、こちらケンガンシラも4000枚出てます。はい、お祭り芝氷です。カラサ、バルブレイブ連続でいきます。はい、ブブブが1台目3000枚オーバー、ブブブ2台目こちらも3000枚オーバーになってます。次のブブブ9000枚出てます。でカラサも6000枚オーバー、ものすごいお祭りの島になってます。筋肉マンも3000枚オーバーございます。
すごいですね。北斗の島もお祭り状態になってます。天然の島ですけど何かやってるかもしれないですね。カバネリですね。すごいことになってますね。カバネリみんなすごいですね。はい、2000枚見た感じ結構出てますね。そうですね、どこの島もにぎわってました。せいひろ、いっぱい出たよ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした？いや、めちゃくちゃ楽しかったです。でも楽しいだけじゃなくて、やっぱり周りにお客さんもいますし、自分のねお金かかってるし、勉強不足だなって思うところがめちゃくちゃあったんで、次回はそれを直して完璧にできたらいいなと思ってます。一番最初に感想として楽しかったが出たのはめちゃめちゃいいことで、おう、本来ね周りにお客さんいたら絶対に緊張してビビって声出なかったりするんですけど、確かにめちゃめちゃ声張ってたし、はい、頑張りました。楽しいところは楽しいって言ってたし、まあ、それはいいんじゃないですか。はい、ありがとうございます。ダメだった部分とかそういうのに関しては後でね、はい、反省会しながら次回の収録に生かせば全然いいんで、はい、次頑張っていきましょう。はい、はい、ということで今回の使った枚数は、はい、今回私が使った枚数は432枚です。獲得したのは、はい、獲得した枚数はなんと6443枚、なんと3枚が6011枚です。プラス6011枚、プラス6011枚。あの、怒られますよ。いや、本当になんか怒られそう。はいパチスロミッションパネルですね。はい、今回何個クリアできましたか？今回2つクリアしました。よかったです。はい、よかったです。クリアしたのは何でしょう？ AT を ART8 連以上、OK、と液晶表示888枚以上です。いや、もうちょっと難しくすればよかったなと思いましたね今日総ゲーム何ゲーム回したんですか？3925ゲームになってます。ということは残り4963ゲームです。いけそうじゃないですか？絶対いけますね。絶対いける。これは今回ちょっと一つ驚いたのが、通常時回したのが966ゲームです。やば、比率どうなってんねん。あと全部 AT。 え、じゃあ3000ゲーム近く AT やってたのかな。3000ゲーム近く AT やってました。ということでね、はい、早くファンの人いっぱい獲得して温泉喜ばれる演者さんになってください。はい、それ持ってたらやりづらいと思うんで、預かって、じゃあ締めてもらいましょうか。はい、今日はやっぱり初収録っていうのもあって、まあ、初めてのことたくさんあって、まあ、私も慣れないこととか、まあ、勉強不足なことだったりとかいろいろあったんですけど、次回からも勉強して本気で向き合って頑張っていくので、また次の動画も見てくれると嬉しいです。それではこの動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。特にコメント待ちたいですね。あれやってほしいとか、こういうのプレゼントにしてほしいとかあればぜひ教えてください。TikTok と X の方も個人でやっておりますので、そちらの方もフォローぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次回も絶対見てくださいね。バイバーイ。